こんにちは、タケです。50代男子がおしゃれ上級者を目指します。あるいは男子がおしゃれ上級者になるかという、チャレンジですね。YouTuber のエビューさんから学んだことを自分なりに消化しておしゃれ上級者を目指します。今回はこんな感じです。一応まあ、今回は MB さんのあれですね、グルカサンダルですね。このグルカサンダルもこの時期から全然着れるんで、あとは、これはユニクロですね。で、これユニクロの JW アンダーソンのクレイジードットの、クレイジーストライプか、クレイジーのやつなんで、あと時計が、シチズンとメガネがいつも通りゾフですね。今回はちょっとね、コンビニ行ったらね、ちょっと、ローソンの店員とちょっと間違えられるかもしれないですけど、結構ね、これもユニクロなんですけど、切り替えとかあって結構気に入ってるんですよね。ちょっとユニクロ感が、で、まあ JW のマークもありますし、ちょっとユニクロ感が、じゃあ、ローソン感は出てしまうんですけど、そのために、要は、ちょっと、スラックスなんですけど、これもユニクロですね。ユニクロの、ワイドテーパードスラックスかなのやつなんで、結構太めになってるんで、あんまりユニクロ感は出にくいと思いますね。で、まあ、靴もね、去年エミーさんに買った、グルカサンダルですね。気に入っているグルカサンダルです。これで結構バランス取れた。あんまりそのね、ローソン行っても違和感はないかなと思いますけどね。まあでも上見てなんかあれローソン店員かなと思われるかもしれないですけど、結構これ気に入ってるんですよね。まあ、この時期がしかあんま着ないやつなんですけど、だんだん暑くなってくるんでね、もう結構もう、だんだんね、このおしゃれでこの困るのが、夏に向かったらだんだんね、ユニクロ率が高くなるっていうのが、やっぱり僕すごい汗かきなんですよね。汗かきなんで、いい服買っても、ね、1万ぐらいの T シャツとか買っても、多分ね、まあ8000とかでもいいですけど、買っても多分持たないんですよね。なんか、それ考えるとね、なんか1万近く T シャツ買って、なんかワンシーズンっていうのをすごいなんかもったいない気して、もう、夏になればなるほど、だんだんユニクロ感が増してくるんで、だから、去年、エミーさんのグルカサンダルを買ったんですけどね、少しでもちょっとユニクロ感をなくそうと思って あとはさやから、いい T シャツ買ってもなっていうのがあるんで、でもすぐ汚しちゃうんで、すぐ汚してもらってるっておかしいですけど、すぐもう汗でね、もう結構いい色の、シャツでもすぐ色変わっちゃうんで、だからシャツはね、もう夏はもう、本当だったらいい服買いたいんですよ。買いたいですけど、そのコスパ考えるとね、ちょっとね、買えなくて、もうユニクロで回そうかなと思ってます。以上です。よければ、チャンネル登録いいねお願いします。そしたら、50代男子がおしゃれな上級者を目指す、竹でした。じゃあ。